コダネのコウちゃんです。テーブル。はい。ということで皆様、今回はですね、もう早速こちらのね、画面をね、まあ見ていただきたいわけなんですけども、こちらですね、ポンということで、なんと、20勝チャレンジが来ております。はい。いやーもうね、僕が最後に20勝チャレンジやったのって、確か2019年ぐらいで、そのバッジがあるんですよね。このね、僕のこれ持ってるんですけど、このバッジがこれ20勝した人がもらえるバッジで、2018年とまあ2019年しか僕バッジ持ってないということで、もう4年ぶりにちょっと20勝チャレンジが来たということで、まあ今回ですね、まあちょっとこちらのね、まあ20勝チャレンジやっていこうと思ってるんですけども、はい。で、まだ僕、一回もやってません。はい。完全初見にはなるんですけども、ちょっと初見でね、まあ、どこまでいけるかチャレンジ、やっていこうと思ってます。はい。いやー、どうだろう。ちょっと僕の予想としては、まあ、そのね、4年前とかはね、まあ、結構何回も20勝できてたりはしたんですけども、ま、さすがにちょっとブランクがあると考えては、僕の予想は、まあ、12勝ぐらいいければ、って感じかな。うん、まあ、目標はもちろん20勝なんだけど、まあ、なんか予想としては12勝ぐらいいければいいかなっていう感じで、ちょっとこっからね、まあ、ノーカットでお届けしようと思ってるんですけども、でね、使っていくデッキはま、こちらですね、はい。最近僕ちょっとね、まあ、このデッキを使ってまして、まあ、リトルプリンスがま、結構強いということで、まあ、まだちょっとあんまり使い方分かってない部分とかもあるんですけども、まあ、このゴーレムデッキでいこうと思ってます、はい。いやー、ちょっと20勝チャレンジ緊張します。早速いきます。テーブル、レッツゴー。うわ、やべえ。完全初見チャレンジなんで、はい。よろしくお願いいたします。ということで。ちょっとね、まあ、いつもよりも、まあ、口数が、まあ、少なくなってしまうシーンとかはあるかもしれないんで、まあ、もちろんガチでやるんでね、はい。もちろん試合は、うわー、早速スパーキーが来てしまった。スパーキーね、まあ、ライトラあるから、まあ、なんとかなると言えばなるんだけど、まあ、ちょっとね、あんまりゴーレムとしては、当たりたくないデッキが当たってさ、これ美味しいですね。これしっかりライドラちゃんのビンビンビンで、はい、ビンビンビンで感電させて、美味しい美味しい美味しい。さあ、美味しい美味しい、ありがとうございますということで。さあ、ありがとう、おお危ないさあ、早速危ない展開にはなってしまったんです。本当はね、これ、昨日から20勝チャレンジ、はい、始まってるんで、まあ、昨日ね、まあ、動画撮ろうかなというふうに思ったんだけど、僕ね、ちょっとその前日徹夜してまして、はい。完全に、寝てました。はい。完全に寝落ちしてまして、ちょっと今ね、この朝、動画を撮っているわけなんですけども、さあ、まあ、ね、始まった直後よりは今の方が若干、ま、難易度、落ちてるかなということで、まあ、始まってからだいたい15時間後ぐらいなんでね、うん。その、ま、上手い人とか、猛者たちはさ、始まった瞬間にみんな一斉にやるわけだから、もちろん始まった瞬間の方がね、難しいっていうのはあるんですけども、さあ、ここ、なんとかね、いやー、これで20勝いけたらちょっとやばくないみんな。初見でちょっと俺20勝いけたら、だいぶ俺の中で革命だからちょっとね、自分の予想を覆していきたい。あ、オッケーオッケーオッケー。さあ、これリトルプリンス、しっかりやれたのというわけで、何気にノーダメージっていう、何気にノーダメ。さあ、これはいい感じの流れはありますが、うん、これどうしようか。これ一旦ローリング、あ、いや、右ちょっと落とせなかった時怖いんで、右行きます。で、これなんでノーカットで、待って。これリトプリちゃんだし、あ、でもリトプリちゃん、そっか、このあれ、チャンピオンの3コストの方の、あれ使うとノックバックができるんで、今のはちょっと、この辺に、このランバージャック、今のランバージャックの位置に出してノックバックを使うっていうのもありだったかもしれないね。さあ、ここで、限界突破ないとかマジで強すぎる。この僕まだ限界突破ない、限界突破、1枚も持ってないんですけど、まあ、この20勝チャレンジとか、まあ、グラチャレだと、限界突破が使えるっていうことで、いや、これはガチで熱い。さあさあさあ、ライドラちゃん出しとこうか、ここ、ここですね。これしっかり出して、まあ、あとは、十何秒耐えるだけなんでさ、しっかりと、守り切っていきたい。いやー、この限界突破マジで強いっすよね。いや、本当に欲しいんだけど、全然セールに来ないわけよ。うん、ずっとね、僕、ナイトの限界突破セール待ってるんですけど、全然来なくて、これ、いつになったら来んの本当に。はい。さあ、一生目していくと。いや、このセールのなんか基準が調べたら、人によって違うというか、来る人もいるし、来ない人もいるみたいな感じで。てかね、これ、報酬皆さん、
こちらのスタンプ、この初回限定報酬20勝するともらえるスタンプなんですけど、僕ね、このスタンプも持ってるんですよ。はい。こちら見てほしい。ほら、これ。持ってるんですよ。なのに、まさかの、この20勝限定スタンプ出てきてしまうということで、ちょっとなんか僕的にはさ、その2000、その、前まで20勝してないと持ってない限定のスタンプだったから、ちょっとなんかレア度が若干なんか薄くなってしまったかなって、ちょっと残念な気持ちであるんですけど、これね、これめっちゃもらえるんですよね。このなんていうかわかんないですけど、このカードね、レベル15に使えるカードめっちゃもらえるんで、いや、なんとかね、そう、報酬もゲットしていきたいっていう感じあるんですけども、さあよろしくお願いいたしますということで、2000目、さあ行きましょう。で、これなんでノーカットでお送りしてるかっていうと、僕ね、なんか結構鬼畜企画とかやってるんですけど、まあそういった動画で、若干そのクラロワの試合は早送りとかね、まあしてるシーンとかもあって、その時にまあそういうので、まあ結構コメントで、まあ試合後もノーカットで流してほしいみたいな感じのコメントを結構ね、まあいただいたので、ちょっと今回はノーカットでお届けしようということで。だからちょっと結構長い動画になっちゃってるかもしんないし、もしかしたら、このまま3連敗とかして10分ぐらいで動画終わっちゃってる可能性はあるんですけども、そこはちょっとわからないということで、ウェイターミニッツ案件なんだけど、ちょっとこのナイトの受け方下手だったかもしれないですね。もうちょっと右側に出してればタワーのね、タゲというかゴブにそんなダメージ入んなかったと思うんで、これちょっときついな。てかリトプリ多すぎない？なんかどうやら弱体化が入ったらしいんですけど、そう、なんかリトプリ全然使用率落ちてないとか、まあ、強いよね。俺も使ってて分からん。これは強いよ。うん。さあ、これはここら辺から出そうかな。ウェイ来てしまう。あー、今ちょっとこの受け下手だったかも。いや、しっかり、頑張る。これ射程届くの？嘘。これ射程、しかもここで、ブイーンとスキルを使うことによって、ブイーンと一気にテスラの方まで行っちゃうよと。そしてここの、プリンセスさんもしっかりしといて、これは行ったんじゃないか。行ってほしいけど。まあ限界突破ないと思われて、左のタワーのランバージャック、ランビージャックめちゃくちゃ殴ってくれましたが、意外とダメージ入ってない。意外とちょっと右のタワーのダメージ入ってないんで、若干怖いですね、これ。まあ、待てよ、ワンチャンなんか負けるというか、そういうムーブも見えてきつつ、めちゃくちゃ後ろに出してきてるね、これ。めちゃくちゃ後ろのバレルオッケー。見えてるよ。これ右のタワー行きましょうか。左は多分、チョコマが相手もね、削ってくると思うんで、ここはタワーがね、まあ、削れてない方というか、自分のね、まあ、HP が残ってる方から、自分のタワー HP が残ってる方からの右側から、さあ展開していくということで、ちょっとね、寝起きなんで頭が回ってない。すいません、ちょっと。何喋ってるか分かんなかったらね。さあ、これ行っちゃいましょう。もう行くしかない。ここはもうマジで行くしかない。で、ここしっかりリトプリちゃんをナイトル受けて、これ落としきってほしいな。いけ。さあ、しっかりスキル使ってこれいいんじゃない？しっかりこのギャングを処理していきながら、あるよ。もうこれいっちゃおうか。さあ、もう攻めは最大の防御ということで、これ待って。このバレルちょっとやってますが、さあ、このバレルの処理しっかりミスっていきました。これ相手ロケット撃つしかないんで、もうその間に攻めます。さあ、その間に攻めまくって、さあ、一気に二つ目のタワーを落としていって、グッドゲーム、2連勝。待って、いいんじゃないですか？ちょっと、いいよ。結構僕このデッキマルチとかでも使ってるんですけど、今ね、僕この辺の展開にね、あとちょっとのところいるんですけど、もうなんか昨日とか、15連勝ぐらいしたんで、結構なんか自分にこのデッキ合ってるんかなというふうに思ってるんで、まあ結構まあ仕上がってるデッキではあれ、自分の中でね、はい。うまい人と比べたら、ちょっと、おいおいっていうふうに言えばシーンもあるかもしれないんですけど、自分の中では結構仕上がってるデッキなんで、結構自信のあるデッキで、ね、まあ、望めてるっていうのは結構でかいですね。はい。さあ、ここは一旦街の展開、ちょっと転がすか。あんまこのデッキなんか待っても意味ないかなというふうに思うんで、一旦流しつつ、これリトプリちゃんかな。リトプリちゃんしっかり出して、このね、まあ、スキルの3コストで出せるのが強すぎるね、普通に。まあそうだよね。これちょっと若干辛いんで、ゴレちゃんいっちゃいましょう。ここでナイトとか出しちゃうと、リトプリちゃんでやられちゃうだけなんで、一旦、どうしようかな、これ。うわー、やばい、それは。それやばいなー。やっぱ圧倒的負けムーブ。ちょ待ってよ。ちょ集中します。ランビージャックちゃん出して、ランビージャックしっかり出して、殴って、やばい、それがやばいんすよねー。ゴレちゃんがノックバッカー発動されちゃうんで、
いや、ランバー耐えて。ナイト先行しちゃう。ナイト先行しちゃったらまずい。うわ、ナイト先行しとるやんけ。まあこれライドアイちゃんもつけちゃって。落とし切ってほしいな、ここ。ここ落とし切れるまだ全然ある。ライドアイちゃんで、いいよ。いいよ。これはトンネル打たなくていいかな。うん、なんとか落とせそうなんで。さあ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 。このね、スケトラちゃんも、自陣のね、まあ、タワーで受けれるんで。いやー、ちょっとこれでもな、なんだろう、バルーンなんで、ちょっと、なんか怖い展開ではありますが、ウイ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 。わ、今ね、ローリングバービー打とうか迷ったんですよ。バルーンデッキって、まあ、フリーズ結構入ってるから、今ローリングバービー打とうか迷って、エリポン置いてしまった。いや、ちょっとまずいね。これ、対空残した方がいいですね。ワンチャンこれ怖すぎる。ワンチャンの一発がガチだ。いやー、しかもこれ。いやー、やだなー、それ。うわー、待って、これやってしまっている、俺。うわー、今、ディガーの防衛を優先した方がよかったっすね。あー、ちょっとこれマジやばいなー。圧倒的、なんか流れでは悪い展開でありますけども。まだ言うてキングタワー結構ダメージ残ってるから。フリーズが怖いけどね、結構。この辺からちょっと、バルーン警戒で出しておきながら。ローリングワイビーを使用して、いいよ。まだ全然あるよ。ここでリトプリちゃんを流していくと。リトプリちゃん出して、これもスキルも使っちゃおうか。スキルも使っちゃ、さあさあ、このフリーズ美味しいんじゃない？このフリーズは美味しいぞ。さあ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 。オッケーさあ、行って、しっ。うえい、フリーズ怖すぎるけど、あと防衛するだけ。もうランビーザクちゃん流して、もう攻めは最大の防御。攻めは最大の防御を使用して、ちょっと念のため、早めに対空回しつつ、これは耐え切ったんじゃないか？大丈夫か？行ったか？オッケーだね。うわぁ、ちょっと焦ったわ。なんかちょっと途中まで結構負けムームでは、あったんですけれども、なんとか3連勝、オッケーオッケーオッケー。いいよ、いいよ。結構流れとしてはいいよ。どんどんね、その勝利数が上がっていくごとに、やっぱりね、まあ敵もね、まあどんどん強くなってくるということで、いやー、まあなんか5勝ぐらいまではなんとか無敗でいきたいっすね。さあよろしくお願いいたしますということで、もうこれちょっと20勝スタンプのこれで威圧しとくわ。もう俺も20勝してますけどという余裕をね見せる。さあしっかり20勝スタンプで、本当はねこのスタンプをね、普通のこの20勝チャレンジ、今回の20勝チャレンジが始まる前に出すと、そう結構威圧になったんですけど、さあ、まあ、今回のチャレンジでゲットしたっていうふうに思われて、いや、この人、今回もう20勝してやがるみたいな感じの逆にね、威圧に今回なってるかもしれません。ちょ、待って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 、やばくないそれ。それおまずいですね。それおまずい。そのメガナイト今ね、俺、ローリングバービーの、バービーでしっかり受けれるかなと思ったんだけど、まさかの、そうなって、これ、サクン出しますか？スキル使って。マジか、今、俺絶対あれ、メガナイトのタゲ取れたと思ったんだけどな。これはちょっと、お、いいですね。このゴビが美味しい。めちゃくちゃエリクサーアドバンテージ、取れてると思うんで、ちょっとこの次のゴーレム展開で、落とし切りたいですね。これ右か左どっち行こっかな。左行きたいけど、このランビージャックを無視してくれないよね。だとすると、これ、いや、でも結構入ってるから右行きますか。さすがにちょっとこのダメージ、1000ダメージ入ってるんで、ここは右行く。で、ここローリングバービーでしっかりと転がして、よいしょ。まあ、どうせこれ来るの分かってるんですけど、まあどうしようもないっていうね。来るの分かっててもどうしようもないから。さあ、限界突破ナイト。さあ、限界突破ナイティに。限界突破ナイティに頑張ってもらって、さあ、このロケコーちゃん処理しよう。頑張ってないと。頑張れ頑張れ、いいよいいよいいよ、あらららららら、さあこの限界突破ナイトの HP 力、そしてこのネクロマンシーをしっかり手前に持ってきて、これは完璧な流れ。うわ、これスキル使えばよかった。さあこれスキル使えばよかったですが、もうこれ左行ってみましょう。左ちょこんとゴレちゃん出しといて、まあホグ来るんじゃない。ホグ来たらまあ捨てでいいかな。あー、メガナイティングか。メガナイティング、防衛してもなって感じだから、ちょっと左でちょこんと嫌がらせのライドラつけといて、これはちょっと頑防衛します。こっちタゲ取ってからしっかりやりつつ、よいしょ。でここでしっかりスキルも発動させて、この方が捨てようか。この方が捨てて、オッケー。さあこのスキルで今ギャングが瞬殺の流れではあって、でこれライドラつけちゃいます。
ライトラの感電がマジで、しかもランビージャック見てください、キングタワー。ランビージャック、めちゃくちゃ殴ってさ、それ相手気づいてるか？相手気づいてないんじゃない？オッケー、しっかりグッドゲームで決めていく。待って、あるぞ。あるぞ、4連勝。待って、結構戦えてるかもしんない。そう。この辺でなんか若干俺、一回ぐらい負けるかなっていう風にも、ワンチャン負けるかなっていう風に思ってたんだけど、全然ありそう。さあよろしくお願いいたしますということで、午後戦目やっていきます。さあさあさあ。まあ、このペースで言ったら一応12勝はね、できそうな流れではあるんで、さあナイトちゃん出しつつ、いいよ。新衛隊ちゃんか、新衛隊、どうなんだろう、相性とかわかんないな。さあさあ、これしっかり後ろから、糸プリちゃん出しつつ、スキル使った方がいいかな。あー、これは、これ転がして、糸プリちゃんを早めに処理していきたい。これスキル使おうか。ちょっと遅かったスキル使うの。スキル使うのちょっと遅かったムーブ。遅かったムーブでありますが、どうしてスキル使うんだったらちょっと判断が遅れましたね。うん。まあ、仕方ない仕方ない。ランボ入ってない？さあ、ここでしっかりゴブギャンを使わせた。しかもリトプリちゃん入ってるからね、これ地味に。リトプリ先生が、リトプリ先生だけで1000ぐらいダメージ削っていく。これは美味しい流れ。さあ、しっかりここは捨てて、ウェイ。それはウェイターミニッツ。それはウェイターミニッツなんで、しっかりこれ。あー、一発入っちゃったか。しかもなんで？今、トルネード、早すぎた。ちょ、待って。ちょっとミスが出てる。で、集中します。はい。ちょっと集中します。若干口数減らして、ちょっとミスが多すぎるんで、ここで負けたらガチでもったいないから。この前半の負けって後半にめっちゃ響いてくるんですよ。やっぱ後半の方が負けやすくはなってるから、ここで絶対負けたくないんで、ちょっと。いやー、マジでなんかやってるな。普通に今のウォールブレイカーも一発入っちゃったし、スケバレもちょっとタイミング早すぎたし、何をやっているんだ、俺は何をやっているんだ。出しちゃって、ウェイ、それをまずいよ、ちょっと。それをまずい案件でありますが、まあ。ちょっと、違うんだよ、俺。あ、でも入ってる、ライアイドラ。いいね、吹き矢もやってる。はい、オッケー。あら。いけ。あー、読んだのに。めちゃくちゃ今読んだのに、俺。ゴブリンか、ゴブギャン来るかな、みたいな感じで思ってたんですけど。あー、もうこれは落とされちゃうね。まあ、1対1チョコか持ってこう。1対1チョコかにして、まあ、全然あるよ。いやー、この限界突破ないともったいなかったかな。これしっかりこの辺から出して。さあ、ボムタワーちゃんを削っていきたい流れでありますが、若干怖いぞ、これ。落としきれるか？そこが不安になってきた。落としきれるかどうかの戦いになりそうな感じ。なんとか落としきってほしいところでありますが、落としきれるよね。やばそう、これ。やばい。やってしまった。うわぁ、ちょっと待って。今のはガチでやってしまった。いや、絶対勝てた試合だった。うわぁ、ちょっとやばいっすね。今のは本当に。もう自分でもわかる。下手すぎる。うん。全然いつもの俺のプレイができてなかったっていうか、すげえミスったし。うわ、何してんの？俺は。何をしてるんだ。いやー、ちょっと今のは反省が結構残る試合でありましたが、まだ終わったわけではないんでね。こういうね、まあその、あまり自分の中でうまくいかなかった試合というか、ミスってしまった試合を引きずると、まあこの試合にもちょっと影響しちゃうから。まあでも引きずるよな、さすがに今のは。さすがに今のはちょっと、うわー、これしかもうタイミング、スケルトン舞台、あともうワンテンポ遅れてたらな、今。まあしっかり、ゆうのちゃん処理したいですが、大丈夫これ。しっかりユノちゃん先処理していいよ。本部回ってきてるんで、オッケー。さあ、エレクサードマウンテージが取れている。まあ、ポジティブに考えよう。まあ、ポジティブに考えるとするならば、今ね、負けたことによって、もしこれで、このね、初見チャレンジで、20勝できれば、そのマッチングの運とか、マッチングの時間とかも変わってくるじゃないですか。今負けた、この時間があったからこそ、20勝できたみたいな感じにもなるかもしれないんで、
それにちょっと期待しつつ、これ怖いね。さすがにちょっと防衛しますよ、これは。さすがにちょっと、いくら捨てのこうチャンネルと言えども、さすがにちょっとこれ願望、これ相手攻めすぎでしょ、さすがに。これ止まんないんじゃない、もう。ランバーちゃん流して。あ、でも、ライダーちゃん向こう行っちゃったか。しかも、スケルトン部隊に何もできないという、悲劇。これもう限界突破ないとも言っちゃう。全出し。全出しの男。全出しの男ぶちかまして、さすがにこれ落とし切ったでしょう。いや、ワンチャンありそうなんだよな、これ。行ってみるよ、ちょっと。めちゃくちゃ行こうか。めちゃくちゃ行ってみて、めちゃくちゃ出してみて、相手エレキサーきついと思うんだよな。さあ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 。入ってるよ。スキル間違っちゃって。あるんじゃない?オッケー。よしよし。今のはいい、よかった判断ですね。はい。いやー、ちょ、まださっきの試合引きずっとるもん。ちょ、やばいな。流れが。さあ、ちょ、切り替えないとね。そうそう。やっぱね、切り替えが大事、こういうのはね。さあ、よろしくお願いいたします。ということで、もう一旦20勝チャレンジ。一旦20勝スタンプで、はい、威圧して、自分のメンタルを、落ち着かせる。オッケー。ふぅ。さあ、ナイトちゃん出します。オッケー。さあ、一旦切り替えたということで、しっかりもう忘れました。はい、記憶から捨てました。先ほどの試合は、しっかりと記憶から捨てまして、さあ、これは相手何してるんだ?ウェイ。さあ、結構タイミングが遅れて、パンケーキを出してきた流れではありましたが、いました。これ、ローリングワビ。ローリングワビ流して、ポンプ回します。これは出そうか。いやー、このやってるわ、この隙。おー、リトプリ残った!それ強っ!このさ、リトプリのノックバック反則じゃない?これ。強すぎるっていう単純に。ライドちゃんも出して、しっかりと、ビリビリ、感電させていく。感電。いいよ、この感電がガチ強いですよね。プリンスちゃんの突進をなしで受けれるっていうのは、ガチで強い。いいよ。いい流れではあるよ。あー、これは、どうすればいいんだ?トンネル等か。あー、ちょっと捨てが甘かったかな。ちょっと、捨てのこうチャンネルらしからぬ。若干の捨てが、甘かったパーティーンでありましたが、いきます。オッケー。ポンポいて、ワンチャンディガー怖いな。ワンチャンディガー怖いんですけど、うわ、リトプリちゃんだけで、これ、完璧に、一発も入らずに防衛できるんですね。これもう一回出そう。いけ!はい、このノックバック。パンケーキも吹き飛ばしちゃうよということで。リトプリって結構施設系にも強いじゃないですか。クロスボウとか結構まあ、迫撃砲にも、まあ、僕的にはなんか結構強いかなというふうに思ってるんで。いやー、ほんとリトプリだけで結構防衛できるっていうのは熱いっすよね。さあさあ、ゴリちゃん出して。いいよ。さあ、ナイトがしっかり、ナイトちゃんだけで防衛しきりたい。いいんじゃない?爆弾入んなよ。オッケー。さあ、しっかり完璧な防衛をさっきからしておりますが、ダメージやアドバンテージも取れてるんで、このままそうだ、スパーキーで何してんだよ。そうだよ、このスペルはスパーキーなんで、ちょっと若干デッキ読みができてなかった感じあります。これちょっと手前にグリーン通せていく。オッケー。スパーキーに感電入ってないか。スパーキーに感電は入ってないです。これノックバックします。ノックバッカーの子発動しつついいよ。で、これゴリちゃんも出しちゃって。さあ、これはいったんじゃ、さすがにこれ止まんないでしょ。こんだけあったらさすがに止まんないんじゃないかってことで、これはグッドゲーム。オッケー、これで6勝目。さあ、いい感じである。1試合を省いては。さあ、いい感じの流れではありますね。さあ、ちょっとね、報酬もゲットしたいな、この、最低この、これは取りたい。この16勝まで目標でいこうかな。切り替えます。12勝目標ではなく、16勝目標でちょっといこうかな。さあ、よろしくお願いいたします。ということで。さあ、まだあるよ。全然まだ20勝の可能性は残されている。さあ、やっていきましょう。これ一旦待ちの構えで、結構所定がいいんでね。若干待ちつつっていう、さあ。これは、リトプリ。ナイトに対してはしっかり、さあ、リトプリをね、当てていきながら、さあ、相手はこれにどう攻めてくるか。さあ、ウェイ、ライトニング打っちゃったらこれポンプ相手どうすんのっていう話なんで、これはしっかり、エリポンちゃん置いてオッケー。いいよ。スペル2枚とかあんのかな?ディガーとかワンチャン入ってる。ライトニングだから、なんだろう、ディガーなさそうかな。さあ、何が来る?うわ、リトプリちゃん。あ、美味しいっすね。リトプリちゃんにライトニング打ってくれるのは、さあ、非常に美味しい展開ではあるぞ。ランバーちゃん流して、ウェイ。ゴブジャイ多いね。結構なんか俺的にゴブジャイがなんか多いイメージがある。ナイトでしっかりと
後ろのリトプリちゃんから処理しつつ、いいよ。いやー、ガチリトプリ強い。ガチリトプリ強くて。で、またこれ見てください。エリポン回ってんすよ。またエリポン回ってんで、これは完璧な流れではある。で、これ、スキル使っちゃおうか。スキル使って、ダークプリンスちゃんがだるいんで、しっかりスキルでノックバ、あー、このナイトうまいっすね。さ、このナイト、いやらしいナイトでありますが、これパーフェクトナイト。これパーフェクトナイトじゃないさ。しっかり逆サイいきます。逆サイって、相手に完璧にパーフェクトナイト、かまされてしまったということで、さあ行きますよ。で、ここで、そっか、ライトニングあるからな。ライトニングあるんで、ライドラちゃんあんま出したくないですね、今。相手がライトニングを裂いたと、いやー、そうだよな。いやー、このランバーちゃんやってるわ。スパーキーだよな、なんか俺、スパーキーっていうデッキ読みが、さっきもスパーキーって、デッキが読めてなかったっていうか、ちょっとデッキ読みが遅れたんで、ちょっとデッキ読み意識していこう。それを忘れていた。俺は、このね、空白の3年間において、デッキ読みを忘れている。うん。俺に足りないのは今、デッキ読みだ。デッキ読みの精神を完全に忘れてしまっているということで。さ、これは、これは惜しいんじゃない？ちょっとダメージあんま入れたくない展開ではあるんですけれども。ちょっと待ってよ。ちょっと受けが難しい。ライトニングが来るって分かってるんで、そこでちょっとなんか、いつものプレイができてない。さ、ライトニング、しまっ、やめて。スパーキー OK。スパーキー打たない。これいっちゃいます。相手ライトニング使った瞬間なんで、これきついんじゃない相手。さあ、これライドラちゃんの感電も使いつつ、しっかりと仕切りも使って、あったらもう押し切れ。いける OK。グッドゲーム。7勝目。7勝1敗でございます。いやー、あの負けがもしなかったら8勝無敗だったのが、いやでもな、マッチングとかも変わってるから。いや、あの負けがあったから、今これ7勝1敗まで来ているということで、ポジティブシンキング OK。さあ行きます。さあしっかり自分を洗脳していく形。アーチャーか。これ、初手でアーチャー来るってことは、限界突破アーチャーをガンガン回してくる。高回転デッキの可能性が高そう。さあ、こっちか。リトプリちゃん出して、どうやら結構限界突破アーチャーもなんか強いらしくて、そこもちょっと若干、ボーラなんだわかんねえ。デッキが流行ってるデッキとかちょっと僕全然わかってないんで、全然把握してないんで。あ、でもライトニング使ったね。ライトニングを相手使ってしまったよということで。これはまあしょうがない。これはライトニング使った瞬間なんで、ライダーちゃん流します。オッケー。これ今スキル使って、処理しに行った方がよかったかな。ちょっと、若干迷いが出てしまったが。行ってみるこれ。ゴレちゃん。ゴレちゃん行ってみます。なんか辛そうじゃない相手結構。さあ、母石。母石ってこれはスケラかな、スケラっぽい気がしてきた。俺な、オッケー。これいいんじゃない、噛んで。そういうことよ、そういうこと。このね、しっかりトルネードを打ったことに、あー、ちょっとこれはちょっとやばい。スキルが来ちゃうからな。スキルが相手打つエリクサーがないぞ。いいんじゃない、オッケー。相手がかなりスキルを打つエリクサーがなかったということで、かなりこれは美味しい展開になっている。いいよ。さあ、しっかりローリングバービーも、一発殴ってくれるよね。オッケー。で、これ、相手のスペル、ライトニングだから、スキラじゃないな。スキラじゃなくてなんだ？バルーンだな。バルーンなんで、エレジャイでした。もうデッキ読みやめよう。待って、これやばくない？大丈夫これ。なんか嫌な予感がする、すごく。すごく嫌な予感がするけど。ちょっと待って、やばい。普通にやばい。うーわーお。ちょっと待って。それはまずくない？それ非常におまずい展開だよね、それ。非常におまずい展開になってしまった。いや、待って、圧倒的に勝ちムーブの流れから、ポンプを置いてしまったことによって、しかもポンプの分削られちゃってるから、エリアドも取られてしまっているという。うわー、もうデッキ読みもできてないし、いや、しかもこれライトニング打たれちゃうからな。どうせライトニング打たれちゃうかな、これ。そう。ライトニング使ったタイミングでこれしっかりいきます。しっかりいって、いいよ。いやー、ここ落としきれんかったら負けだからな、単純に。単純で明快な話。落としきりたいね、これ。おっけ。最低ライトニング使ってくれた。これ美味しい。最低ライトニング使ってくれたんで、早めにポンプ置いて、またエリザ行きそう。
またエリザ行きそうなんで、そこが怖すぎる。ここ集中しよう。ここ集中の構えだよ。えらい、クイーンよね。来ますよね。それは分かってる。これ、リトプリのノックバッカーあるんで。リトプリノックバッカーを発動させて、ここで。しっかり大きいよ。スキル使ってノックバッカーの効を発動して、クウェイ！こんな吹き飛ばすん。体重差おかしくないか。体重差おかしくないかさ。これ一旦後ろからゴリちゃん出して、ライトニングそこで使ってくれる。ありがたい。ありがたく幸せ、それは。な、エリザイちゃん来そう。エリザイちゃん来そうなんで、早めにローリングバービー。早めにローリングバービーで処理して、右からちょこんとライドラつけていくことによって、さあ、エリザイ対策になっている。いいよ。ボーラーちゃん来るよな、絶対。さあ、ここは、リトプリちゃん出しつつ、ボーラー来ているが、これスキルだな。スキル使って、このね、進化アーチャー。進化アーチャーしっかり最初に処理していきたいが、ちょっと削りきれないな、若干の。うえい。ゴリちゃん出して、これタイブレーカー勝負になる可能性が高いんで、削りきりたい流れではある。さあ、どうなる？これはローリングバービーで処理しといて、来ますよね。それは分かってんですよ。それぐらい分かってるんだよと。しっかりこれノックバッカーの効。またノックバッカーの効発動しといて、相手がライトニングをどこで使わせるかっていう、相手の判断をしっかり鈍らせていく。いいよ。あと20秒なんで、セミはもう最大の防御でいこう。感電も入るかもしんないから、ライドラ3体コンボ。このライドラ3兄弟、ライドラ3重視が、一気に消えきるんじゃないか？言ったかな、これは。ライダー30子？ライダー30子頑張れ。オッケー決め切っていく。待って、俺1画面にライドラ30子自分で出したの初めてかもしんない。そのゴーレムデッキ使ってると結構回転数とかあれになっちゃうんで。オッケー。なんとかして、一旦ちょっと鼻かみたいな。すいません、皆さん。はい。ちょっとノーカットだ。すいませんね、これちょっと。さあ。すいません、ちょっと少しお見苦しいシーンと言いますか。若干ね、はい。さあ、汚くなってしまいましたが、画面がね、さあ、切り替えていきましょう。8勝目。いいよ、8勝できてるんで、最初の目標の12勝はなんとかいけそうな構え。ワンチャン20勝あるか、これ。俺。この初見でクリアできるか、ちょっとぶっちゃけわかんないけど、なんか、何回かやってたらワンチャンなんか20勝いけそうな構えないっすか？どうだろう？わかんないな、ちょっと。こっからどんなぐらい難易度が上がっていくかっていう、敵が強くなっていくかっていうのが、全く予想できてないから。さあ、スクエイク来てしまう。あ、スクエイク若干きついっすね。ポンプ、エリアド取られちゃうんで。さあ、俺は20勝チャレンジ、20勝スタンプで威圧してしっかり。オッケー。さあ、怒ってる。いいよ。いいやつになってんじゃない？これ。さあ、いいやつになってるよ。これはローリングバービー。ローリングバービーでしっかりと、オッケー。さあ、ルート、強制しつつ、スタちゃんこれ届くんだよね。確かリトプリ違ったかな。届きそうなんで、ここだ、出します。しっかり出して、いいよ。届くんですね。これ強すぎでしょ。射程長すぎでしょ、ちょっと。いくらなんでも。これ、ロケホーちゃんだるすぎる。ロケホーちゃんだるすぎるんで、しっかり、オッケー。しかもこれ、リトプリちゃん残ってるんで、これスキルいっちゃおうか。スキルいっちゃいます。せっかくの、残ってるんで、スキルバシコンと発動して。さあ、これ、リトプリちゃん長い。いけ。頑張れ。あるよ。いや、強っ強すぎる、さあ。このロケホーちゃん無視は怖すぎるな。無視は怖いんで、しっかりもうこれ防衛しよう。ガン防衛の男。さあ、ガン防衛の男を発、待って、これ残んのこのロギホ。やめて。それ残んの相手うますぎる。相手の、そのアイスピのタイミングうますぎた感じでありますが、いいよ。めちゃくちゃダメージアドバンテージも取れてるし。だって、なんやかんやもう30分も撮影してんのか。クラロやってると時間の進み早いんですよね。僕的にはなんか体感15分ぐらいしかやってない今感じの体感だったんですけど。これちょっとだるいんで、早めにこれもロギホちゃん処理しちゃいます。おいし、待って、やばい。その、このトルネードをやってしまいましたが、まあ。この445地味に怖いな。削りきれないみたいな未来も見えなくはない。これが美味しい。これワンチャン、リトプリ、頑張れ。リトプリ？さあ、
ちょっと怖いな。若干これ、ホームとか来て若干怖いムーブになってきてるんで、これしっかりこれ、トルネ使ってすべて処理していく構えをしていくよ。さあ、すべて処理をしていく構えをして、若干削られてきつつあるんで、ちょっと怖いな。若干なんか怪しいムーブになって、限界突破ないと。ここで限界突破ないと来てくれるのありがたい。ウェイ。なんか、難しい攻めになってきたな。いいよ。これはしっかりロケホちゃん処理して、限界突破ないと出しちゃおうか。ここでガン攻め。ここでガン攻め。いいよ、よし。いや、これ待って、まずくない？これもう、ダメージ、許容したくない。うわ、待って、なんで今入った？待って、やばい。下手すぎる。今、トルネ使うんだったら絶対に、攻めで使うべきだったし、なんか、やばくない？なんか、全然削れてないんだけど。どういうこと？ちょっと落ち着こう。まずいな。なんか嫌な流れになってきた。両サイド削られてるしな。延命うまくない相手。危ない。なんでなんかちょっと、うわー、これ、こういうね、こういうなんだろ、プレイをしていたら、10勝はできないよっていうね。うわー、自分の中で、うわー、ちょっと全然ダメなプレイだったな。そう、この戦い方じゃ20勝できるわけないんだよ。今のはちょっと反省ポイントが高すぎる。試合で当たんない。なんとか勝てた。まあ、よかった。いやー、ちょっと下手すぎるな。さあ、で、まあ、切り替えていきます。まあ、すべてがうまくいく試合というか、まあ、すべてが完璧に立ち回れる試合なんていうのは、まあ、このように、まあ、存在しないというか、まあ、そんなすべて完璧にいく人間なんていないんで。と、自分に言い聞かせる。自分にさ、下手なプレイをしてしまったことの言い訳をしていく形。これ、しっかり、ノックバッキーの高チャンネル発動して、いや、強っ。そのノックバッキーガチ強すぎる。エリポンちゃん置いて、おー、これ美味しいんじゃない？しっかりリトプリちゃんだけです。このスキアミも。スケルトン部隊ちゃんもね、防衛できるんで。これマジスケラ？違う、スケラだった。スケラか、スケフリとかかな？なんかフリーズ入ってそう。な気がする。俺の直感だけどね。フリーズありそうな立ち回りします。はい。相手にフリーズ持ってる想定の立ち回りをしつつ、これ美味しいね。またこれポンプがけが気がついたら回ってるし、さあ、ランビジャックは、入るんじゃない？ランビジャック一発か、雪玉強いな。さあ、相手結構エリクサーアドバンテージ取られてるから結構きついんじゃないかということでさ、グッドゲーム宣言。しかしこんなのは、わかります。試合は最後までわからないんで。勝負は最後まで何が起こるかわからないということで。さあ、気を引き締めてやっていく。これ右の球スキャラ来るな。ここどうしよっかな。11にする？ 11 にしてもいいけど、ここら辺に出して防衛しよっか。ここら辺出して一応ボーラーちゃん処理します。で、結構溜まったタイミングでローリングバーディー流しつつ、待って、なんか嫌な予感がしてきた。これ限界突破ないと言っちゃいます。限界突破ないと言っちゃって、トルネ使ってこっち来させて、スキルも使っちゃっていいよ。落とし切りたいね。ここ落とし切ったらいけるんじゃないかな。限界突破ないと、このミリ残りのさ、限界突破ないとガチでさ、めちゃくちゃちょっとしか HP に残ってないと思うってもう、2発ぐらい入るんですよ。2発か3発殴るから。ガチで強い。あ、待って、ゴレちゃん今右に出したのに俺。右に出したのになんか左行っとるし。
待てよ。それで防衛ゴーレム使ったのに。いやー、ちょっと待って、やばい。まずい展開になってきたぞ。しかしながら。フリーズ怖い。フリーズなさそうかな。いいよ。防衛しきって。防衛しきってね。オッケー。危ない。なんかさっきから、ちょこまかミスはしてるんだけれども、なんか、運よく負けてないよね。単純に運がいい試合が続いている。いいよ。待って、10勝来たんじゃない？ 10 勝来てしまった。さあ、スーパーレア、スーパーレアは欲しいのないからな。僕ね、今このデッキ使ってるんで、単純にリトルプリが欲しいっていうのと、あとこのデッキのスケルトンドラゴンが欲しいんで、そう、カード的に欲しいので言ったら、スーパーレアは別にやらないかなっていう感じですね。さあ、よろしくお願いします。さあ、今10勝です。なんとか俺でも一応10勝1敗まで来ております。さあ、ワンチャンあるのではないでしょうか。さあ、行きます。オッケー。エリポンちゃん置いて、言うて初見だからね、うん。初見でこれは、俺としてはなかなかの上出来よ、今現在。さあ、どうなることやら。どうなることやらではありますが、一旦ライトニング、ライトニングか。なんだっけ、エレジャイかな。エレジャイとか、あとなんだろう、ライトニングバルーンとか、エレジャイとかバルーンなら多分。カースパーキーとか、そんな感じかな。でもアーチャー入ってるからなんだろう、エレジャイかな。エレジャイやだな。あ、ボーラー入ってる。エレジャイじゃん。さっきもな、このデッキ当たった気がするぞ。ライトニング使ったばっかなんで、ここは、ライダーちゃんとしっかり、ドプリちゃんで。うわ、うまいな、相手それは。しかし、こうやって逆サイにスキル。逆サイに、あー、ちょっと。あ、オッケー、残ったのでかい。このリトプリちゃん残ったのでかい。相手にアーチャーを使わせた。相手にアーチャーを使わせる。いい流れ。いいよ。さあ、まあ、一旦いい攻めではある。いやー、これリトプリちゃんだけで防衛されちゃうの結構きつい。んー、リトプリだけで防衛されちゃうの結構きついですけど、これスキル打たれる可能性があるんで、ナイトちゃん出しましょう。ナイトちゃん出します。いいよ。あー、打ってこないんだったら、ナイト出す必要なかったな、これ。で、これどうせ、これ、ポンポンポンで、ライトニング来るんで。お、相手エリクサーないんじゃない？ワンちゃん。ここで撃ってこないってことは、エリクサー相手ないっすね、あんまり。フランビーチャック流していいよ。さ、かなりエリクサーアドバンテージが取れている形であります。さ、やっぱりエリザイだ。あ、でもここで温存されちゃったから、ライトニングを、ちょっとライドラが出せないっていう流れにはなっている。しかしこれノックバッキー。ノックバッキーの男を発動していく。このノックバッキングがガチで強すぎる。ここ一旦ポンポン行こうか。一旦ポンポン行って、まあ、さすがにライトニングってくるでしょう。来るよねー。ここはちょっと進化アーチャー怖すぎるんで、しっかり処理して、相手がライトニングを使ってしまったばっかということで、ここは攻め時だな。いや、これ一旦処理しようか。転がして、オッケー。ノックバックも使いつつ、いいよ、いい流れであるよ。あんまり今回ミスってないんじゃない？試合の内容的には。ミスったっていう感じがしない、今のところ。さ、ちょっとライドラちゃん、エリクサーポンプでライトニング怖いんで、ちょっと悲しみにライドラ打ちつつ、若干怖いか、このゴーレム展開。若干怖いぞ。エリザイちゃんが逆サイとか来る可能性もあるんで、逆サイないと一旦放り投げといて、地味にこのナイトがね、気づいたら入ってるみたいな感じのパターンも全然あるんで、さ、これライドアイトつくよ。これ相手エレクサーないんじゃない？エレジャイタンこれ使っちゃったら。結構きついっしょ、これ相手。さ、相手エレクサーがないから、あまりライトニングが打てないという状況で、いいよ。ローリングバビー流して、ここは一旦焦らず行こう。ライドラ入ってるんでね。いいよ、完全強い。行くか。これ行っちゃいます。行ってみて。リトプリちゃんも出す。さあ、ランビージャックでしっかり処理して、これ相手苦し紛れのエレジャイ防衛。これさすがにゴール止まんないっしょ。あー、まあ、トルネードがあった。いや、こっから負けたら元も子もないからね。しっかり集中していこう。
取り抜けんな、いくかな。取り抜けんな、いったね。オッケー。しゃー !11勝目、オッケー。グッドゲーム。戦えてるよ。戦えてるよ、俺。オッケー。いいよ、ブランク。復帰勢としても結構の割に戦えてるんじゃないか。オッケー、いきます。よろしくお願いします。第一目標の12勝まで、あと1勝までついに来ました。ここは一旦後ろから行きます。オッケーオッケー。いい感じの流れだよ。さあ。これ一旦待ちで、ローリングバービー転がして、なんだ?ロイホグとか来そう。ロイホグとか来たらここかな。リトプリちゃんが来る。この、ウーバーイーツ、ロイヤルデリバリーは、このね、リトルプリンスで結構強いカードなんで結構流行ってるんですよね。だから、しっかりそこを意識、いやー、うまいな、相手この、あ、でも、へぇー、ライドラそれ関連させてくれんの?ありがてえ、今絶対入んないと思った。今絶対これ終わったなと思ったけど。いやーこれでノックバックして、ノックバックでオッケー!リトプリを耐えていくが、ウッドでやられてしまう。けどこれきついんじゃない?相手。きつそう。ランバー流してみるか。ちょっと遅れたけど。いいよいいよいいよ。落とし切って。オッケー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 。シンカーチャー怖いですね、これ若干。若干怖い。これ多分、ね、スパレートロイホグとか。スパレートロイホグ来ない。こっちか。ちょっとこれは、これ防衛しすぎたな。どうせ落とされるんだったらちょっとナイト不要だったんで。これは若干やってしまった感じがある、俺の中で。まあ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 、そういう日もあるよ。うん。オッケー、しょうがない。切り替えます。で、ここでラースク来ちゃうよな。うわ、なんかやばい。結構呪文とかでもガンガン削られちゃうんで。まあでもこのウッドは美味しいんじゃない?いいよ。ナイト一発殴ってくれた。さあ、こっからだよ。多分、スペル、ライトニングとかないと思うんで。オッケー。これしっかり出しつつ、多分、ローリングとダースクエイク だけだっ たと思うんで、ちょっと違ったらごめんなさいね。さあ、しっかり出して、ナイトさんつけようか。ブッパ、全ブッパの男。全ブッパの男かまして、大砲なんだ。俺が知ってるテンプレはなんか大砲じゃなかった気がするんですけど、まさかの大砲で、ライドラ強すぎる!その感電強すぎる!ライドラ残ってんの熱すぎる!オッケーオッケーオッケー!あるよ、あるよ、あるよ。これはガン防衛の男。これはしっかりガン防衛。ここ守りきれば勝ちなんで。てか待って。限界突破ナイト強すぎない?さあ、しっかり、限界突破ナイト、パーフェクトナイト、パーフェクトナイトをかわしていく!オッケー !12 勝。第一目標なんとかクリアしていく形。いいんじゃないですか?いいんじゃないですか?よしよし、あるよあるよあるよ。さあ、ワイルドカード。1万5000でかいね。1万5000多いすぎる。さあ、いきます。よろしくお願いします。あと8勝だからね。あと8勝だから、ワンチャンほんと見えてきたよ。なんか12勝。12勝じゃない。20勝。さあ、いきます。こっからはガチで。だんだんとレベルも上がってきてるんで、集中の功を発動しなければ、勝てない試合になってきている。ローリングバービー出して、さあ、まあまあ、一旦後ろから、一旦後ろから形を作る。さあ、相手なんだろう、デッキ。なんだ?ダクプリ?スパーキー?なんかスパーキーっぽい気がするな。ライトニングはスパーキーですね、これ多分。なんとなく、俺の予想は。俺の予想はスパーキーですが。スパーキーかー。ちょっと嫌っすね。ゴレちゃん展開しても、後ろからスパーキーズドーンでやられちゃうんで、ここは一旦ランビージャック。なぁ、3発も殴ってくれる。ありがたすぎる。それありがたすぎて。さあ。で、後ろ目にローリングバービー。後ろ目にローリングバービー流して、さあ、しっかり処理をしていく。オッケーオッケーオッケー。さあ、防衛して。ですよね。よかった。読みが冴えてる。読みが冴えてますが、さあ、スパーキー削ってくれるのありがたくて。
ここライドライさん使いたくないからな。使うしかない。これは使うしかない。これはさすがに使うしかなくて、いくら俺といえども使うしかなくて、しっかりこのダークプリンスを後ろにやることによって、感電をね、使っていくという。いいんじゃないですか、立ち回り的には。限界突破も回ってきてるし。さあさあさあ、いい感じのデッキ読みも できてるんで、割と、俺的にはいい形ではある。これランビチャックかな。ランビチャック出して、さあ来るよね。そりゃ来るよ。ちょっと待って、これやばいな。あ、めっちゃ入った。想像以上に入ったな。ここでこれ展開しよう。ライトニング使ってくれたんで、ライドラぶっ刺さりますよっていう感じ。ちょっと怖いな、これ。意外とこっちに出す。意外とこっちにちょこんと出してみる。意外とね。あ、もうこれライトニングでやられちゃうか。ちょっとこの出し方やったね。リドブリとライドラは多分絶対一緒に出しちゃいけないコンボだった気がするんで。これは若干、やってしまった流れではありますが。さあ。やばいな。絶対やってしまっ、絶対やってはいけない流れをしてしまったことによって、若干おまずいムーブになってきてはある。若干おまずいムーブが来てはいますが、では今ここでなぁ、行ったところでなぁ。待って、やばくない、大丈夫それ。ちょっと限界突破ないとやばい。嫌な感じになってきたな、これ。いや、感電強い。ここで、ライトニング怖すぎる。OK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 。そのライトニング相手やってるんじゃないか？感電しろ。OK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 。あららら。ランバ。感電。あるよ。いったんじゃない？うっ。OK！ これはでかい。今、圧倒的、負けムーブの中で、しっかりと勝っていく。この、土壇場で勝てるのデカすぎる。オッケー。なんとか、13勝していく。さあ、よろしくお願いいたしますということで。いやー、痺れるねー。手が震える戦いだよ、これは。痺れる戦いをしているよ。さあ、よろしくお願いいたしますということで、一旦これロールマビ、一旦流そう。一旦流して、さあ、相手、出してくるよねー。そうなっちゃうよね。絶対リトプリ入ってない。100発100中でリトプリ入ってる気がするんですけど。なんだ？ナイティングパティンか。しっかりこれは処理しちゃっていいよ。なんか一緒のデッキっぽく思えてきたぞ。ミラーな気がしてきたんだが、俺これ。ランバー、僕はランバージャックを使ってるんですけど、スケドラの人もいるんで、同じ多分ゴレ対決になりますね、これ。これ待って、タワー入ってる。これタワー入るんすか？これタワー入るの衝撃なんだけど。ガチか。あ、これミラーだ。あ、これミラーか。ここはちょっと負けられない戦いでありますけど、なんか若干なんかまずそうな気が、なんかまずそうな感じのムーブな気がする。オッケー、いきます。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ここで115から持ってきます、一旦。だから相手多分ライトニングもないと思うんで、まあ、ライドラで防衛するのが一番強いですね。うん、お互いに。なんで、いや、これ逆にランバーだけ？ランバーだけパティーンで、スケドラだね。俺ランバーなんですけど、相手スケドラパターンですね。だからしっかりスケル使って、一旦1交換。一旦1交換持ってこう。ガガ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 ガ。リトプリちゃんが入り続けている。あ、もう感電で、マジ？
やばい。何をしているんだ俺は。うわぁ。あぁ、これやばい。うわぁ。うわぁ。なんもできんかった。普通に PS の差で負けましたね。いやー悔しいな。これ対決で負けんの悔しいな。ちょっとなんだろう、反省点は、わかんないな。ちょっとライドラーに対して、相手の防衛ライドラー、ぶっ刺さったんで、ちょっとゴレミラーって結構ライドラーとか防衛に使うのが結構いいんで、それわかってたんだけど、相手に、防衛ライドラーを使わさせてしまったっていうのが、俺がそれで防衛ライドができなかったっていうのが、かなりちょっと、あれさ、いやーマジか、これで負けたら終わっちゃうんで、もう初見チャレンジはさ、初見でしかできないから、そう。だから本当にこれがラストチャンス。ラストチャンスの構えなんで。おえい。あーそれまずいね。そのコウモリ嫌だな。しかも地味、ちょっとま、そこのタゲ取るの違くない？そのタゲ取り違い、今の絶対コウモリタゲ取るべきでしょ？どう考えても。誰がどう考えても。今の誰がどう考えてもゴブジャイ先行してなかったよね。そしてスパーキー。ですよね。まあ、分かってた。今のどう考えてもコウモリタゲ取る流れでしょ？嘘でしょ？ちょっとな、まずいな。美味しい。さあ、美味しい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 。寒天が生きるんで。寒天が生きるんで、非常に美味しくて。しかも、相手ファイアーボールだったんで、ライトニングないんすよね。これは勝たないといけない試合であるぞ。結構。さあ、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 さあ。一旦、エリポン。いいんじゃない？この相手、ライドラに対して全く何にもできてないという状態なんで。ライトニングがあったら、ライトニング結構辛いんですけど、相手のスペルが、ファイアーボール。だったということで、さ、かなりいい流れではありますが、転がして、コウモリを使わせる。さあ、相手ちょっと防衛しすぎなんじゃないですか。捨てが若干の甘いんじゃないですか。さあ、ライドライターつけて、いきます、こっから。こっからが勝負。こっからが少年場だよ。さあ、行きましょう。ここで、いや、ライドライター耐えて、はーい。耐えてはくれないけれども。これ止まんなくね？このこれどうやって止めるんだ？限界突破コウモリ強っ！感電？感電？感電？オッケー！オッケー、14勝。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まだ諦めんな。いくらでもいける。こっからだって、6連勝するだけでしょ。そう。このね、2敗って見えてると、ちょっとメンタル狂うじゃないですか。しかし、あと6勝すればいいっていう考えになると、いきなりなんか気持ちが楽になるんですよ。人間そんなもんなんで。自分をもう洗脳させていく。それが大事。やっていきましょう。あと6勝。よろしく。さあ。慎重に、これリトプリちゃんだな。リトプリちゃんと、ゴールデンバービーギリギリかな。またスパーキーめっちゃ流行ってる。いいんじゃない？これ、キヨキヨさんの環境なんじゃない？キヨキヨさん、これちょっとスパーキー使ってちょっとどこまでいけるかちょっと楽しみですね。さあ、かなりスパーキーの環境がいいことが分かったとはいえですけど、これとりあえずしっかり感電させます。オッケー。
スパーキーしっかり感電させて、上へすべて感電していく。これですよ。これが強い。処理しちゃっていいよ。まあ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 。相手のステールファイヤーボールだといいな。ライトニングだと、あっちゃで、さっきと同じ出来がいいですね。ファイヤーボールお願いします。ファイボならワンチャンある。ライトニングだとちょっときつい。ファイボ、ファイボ、ファイボ、ファイボ。ファイボ怖い。ファイボ？え？おい。マジ？マジ？マジ？攻めてくんのこれ。嘘でしょ？そういう感じ？そういう感じ系なんし？それか、ダクプリで、ちょっと一旦出したけど。マジか。ライトニングかな、じゃあ。ライトニングっぽい気がしてきた。なんたら、ここで、ファイボ打ってこないっていうのは謎だから、多分ライトニングなんで、これやられちゃうな。糸プリ結構腹、そうですよね。ですよね。それはもう分かってんすよ。あっぶねえ、ワンチャン怖かったね、今。さ、ワンチャン怖かったですけど。これスキル、あー、このスキルやってるかも。やばい、それは。あ、でもしかし、コウモリ処理しよう。いいよ。ちょっと、リトプリ残ってるのはだる。リトプリ残ってるのめちゃくそだるいですけど、処理しとこう。処理して、さあ、こっからだよ。このランバやってるわ。なんで今俺ランバ出したんだろう。ライトニング警戒しすぎてなんかわけわからんランバ。ただただ俺スパーキーの餌食になるだけやんけ。何しとんねん。ちょっと待って。笑い事じゃねえ。普通に笑い事じゃないぞ、これ。勝てれば問題ないよ。今のミスも超消しになる。行ってくれ！しゃー！ああ、ライトニングとの、ああ、やばい。ライトニングとの、スピード対決。やばすぎる。待って。ちょっと今冬なのにもう汗かいてんすけど。今もう完全終わったと思った。ライトニング圏内行って終わったと思ったら、スピードギリギリだったね。あともう多分数秒でしたね。あと1秒遅かったら多分負けてましたね。いやー、ちょっとこれやばい。アドレナリン、こうチャンネル出てるよ。いきます。入賞スタンプで、やっとして。よし、いきます。一旦行こう。オッケー、集中。ミスって負けるっていうのは、めっちゃ後悔が残るから、今の彼ってのはでかいですね。もう、どうせならもう悔いなく終えたいから。なんこれミラーなんじゃないのこれ。違うかな。美味しい、リトプリターゲ取ってんのでけー。糸プリタゲ取ってんのデカすぎる。スキル使っちゃう、これ。することないんで、スキル使って。いいよ。ミラーや。逆サイ行こう。これ、ライドラ処理できるんじゃない？リトプリだけで。オッケー！ミラーじゃなかった。エレザイっすね。エレザイな気がする。バルーンとかもワンチャンあるかもしれない。バルーンだ。バルーンか。うわー、今ナイトでタゲ取ったつもりだったんですけど、まさかのライドラにタゲが行ってしまうという、ちょっと嫌なムーブではあるけど、めっちゃ入ってんね、ダメージ。タゲ取ったつもりだったんだ、なんだけどな、今バチコーン！ノックバッカーの男、強っ。そういうリトプリ範囲に入るんじゃないですか？あー、そっち行っちゃうか。うまいっすね、そのトルネード。で、バルーンだから、多分バルフリとかの可能性高いんで、ワンチャンで持ってかれる可能性が高いから、そこは気をつけたいね。ポンプ出す余裕ないな、これ。逆サイ来るかもな。逆サイ来る。
これトミネでピンを起動します。なんで？なんで？位置が違った？うわ、やってるわ、もう。やばい。うまいな。ここ逆サイ怖い。もうしょうがない。落とされたらしょうがない。ああ。ああ。何してんねん。うわ、あのトルネのガチでキング起動をミスってなかったら、タワごと落とされてないんで、うわぁ、ガチでやった。うわぁ、ちょっと後悔が残る試合になっちゃったな。うわぁ、あれ、キング起動の位置違った？取るね。ずれたんかな？なんでやろ。うわぁ、しかもこれ、あと1勝で5万だったのに、5万エリクサーワイルドカード、エリートワイルドカード、もらえたのにな。うわぁ、マジかぁ。うわぁ、あの、うわぁ、何してん？なんでキング起動？うわぁ、悔しい。あれ、キング起動できてたら、まあ、勝てたんだろうな、普通に。うわぁ。はい、ということで、高チャンネルの20勝初見チャレンジ、15勝でした。まあ、僕が予想してたよりは、まあ、結構ね、うん。まあ、いけたんですけど、なんか、まあ、今の試合とか、あとなんか、序盤でなんか、負けちゃった試合もあったし、普通に。序盤でなんか、もったいないミスをして負けた試合もあったし、今のトルネードで負けた試合をちょっとまあ、そういうのを考えると、まあ、10勝全然手が届く範囲なのかな、というふうに思うので、まあ、なんか、またちょっとリベンジしたいですね。いやー、でも初見チャレンジは一回しかできないからな、普通に。それがきつすぎたんですけど。いや、相手うまかったな、普通に。普通に、お相手の方、まあ、9000トロフィー行ってるわ。うまいっすね。展開プレイヤーだ。まあ、そうだよな。はい、という感じで。ちょっと、また20勝チャレンジ、行こっかな、というふうに思ってます、動画でね。次何のデッキ使ってほしいとかいうね、コメントあったら、
ぜひ、コメントあったというか、次なのデッキ使ってほしいというのがあったら、ぜひコメントください。僕的には一番使いやすいデッキはこれなんですけど、まあ、なんか全然ゴーレムのサブユニットを変えてもいいし、もしくはなんかゴーレム以外のデッキでもね、いいかなというふうに思うんで、ぜひコメントください。よろしくお願いいたします。いやー。ちょっとなんか後味残し合いになっちゃったんですけど。まあ楽しめたんでね、久しぶりになんか、ピリつく試合ができたっていうか、そういう感じでしたね。はい。ということで。ぜひね、チャンネル登録、まだね、してないよって方、ぜひともね、チャンネル登録、そして高評価の方もぜひともね、よろしくお願いいたします。本当に、いつもね、高評価を押してくださる方、本当にありがとうございます。そして、僕、コメントもね、全部見てるというか、コメントを送るの好きなんで、それをモチベに、YouTube やってるっていうのもあるんでね、ぜひ、コメントね、よろしくお願いいたします。いや、悔しいな。それでは、テーベロ、バイバイ。わあ、やり直してー。くそー。